おはようございます、カイシです。皆さんお帰りなさい。前回の配信でガーディアン落としガチャをやったんですけど、まあやっぱりね、自分でもやりながらこれを見せるのはあかんなと思ったんですよね。そのずっとリセットしてるだけなんで面白くないだろ。スタルケルの守りいつでも使えるぜ。うい、だからあれはいかんなと思ったんで、その後一人でやったんですよ。そしたらやっぱりコアって全然出ないですね。一個だけ出すのも結構きつかったんで、まあ今後は一個出たら OK にしようかなと思います。で、なんだっけ、赤い月の塔がちょくちょく出ると思うんですけど、あれでガーディアンを復活したので、まあ今更かよって思うかもしれないですけど、それに気づくのに、だからここに来たら、まあここに、まあここはあんまり向いてないかもしれないですね。ガーディアンをたくさん倒すということでは、好きなだけ倒せるということで、じゃあ本編進めた方がいいなと思って、でこういう配信してない時にそういうガーディアンのコア探しをしようかなと思います。出た理由、守りって、あ、違うかな。なんかね、こっちらへん、こっちらへんにいた竜はね、黄色っぽくて、なんか電気みたいなのがこう周りに点々としてたから、どうだろう、下になんかあんのかな。あースタミナだスタミナがない。いったあかんちょやり直そう。残りを殺せよ。誰殺せよな。モニブルンちゃんだ、まずは。おーや。これでも全然違うな。早めに倒しちゃうのもありだよ。ネット。あー、よかった。全然違うじゃん、さっき。あ、宝箱ある。いいね。何これ。ゆったり飛んでる鳥は初めて見たな。さすがに撃ち落とすのはかわいそうだけど、写真撮ろう。シマオタカ、撃ち落とせるんだ。上鶏肉、なんかこういうのも楽しいですよね。普通にいろいろウォッチングして図鑑集めするっていう。植物とかも登録できるから相当時間かかりそうだけど、その辺はもう全然取ってないですけど、なんかやり込もうと思えばそれだけでもだいぶやりごたえありそう。試したいのは黄色チュチュゼリーなんだな。どうだろう、これがあの中心になってるかどうかは全然わからんけど、とりあえず置いてみよう。ほい、ほい、ほい、ほい。
いいね。で、これで刺激を与える。ちょっと邪魔だな、あの子。お！いいね。ほい。この方が早い。圧倒的に。あ、一発？チュチュゼリー面白いな。あ、危ない。あ、来たことあるわ。あるあるある。こうしたら終わりじゃん。タラララララララン。おお。おお。君か。君のねぐらか、ここは。ちなみになんか攻撃を仕掛けたことはないんだよね。怒ってくるかな。この距離なら。あ、意外に上昇気流。あ、上昇気流ないんだ。あと古鹿と古鹿と決め込まれてるね。今回の配信はここまでですね。ぜひしよ、ぜひショールームの方フォローお願いします。チャンネル登録と高評価の方ぜひお願いいたします。次回の配信でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。